どうもお酒は私になってかまさやんです。こんばんは。2024年の10月の12日土曜日でございます。今夜は朝日ゼロノンアルですね。飲んでおります。うん、ノンアルは所詮ノンアルです。ビールには勝てません。はい、ということでね、なぜノンアルかというと、いよいよ明日神戸でオフ会が開催というところで、バチコリ飲むでしょうから、今日は休館日です。はい、休館日。本当は今日の夜ね、向こうへね飛ぼうかなと思ったんですが、研修が入りまして、研修が入ったのでもういいやと思ってね、諦めました。明日朝福山まで車で行って、福山から新幹線で新神戸に向かおうと思いますね。昼ぐらいについてご飯食べてのんびりしてオフ会参加しようと思います。でも一人なんでね、今一人なんで、もう一人になったらもうホテル取らんでいいかなと思って、なんか最近インターネットカフェとホテルの中間みたいなねところがあるんですよ。前オフ会の時もねそれ使ったので、安いしね、泊まるだけですから、ほとんどいねえんだから、ということです。よろしくお願いします。楽しみにしております。で、当日はですね、参加ねできない方も21時からライブ配信の予定となっております。そこでね、どういう状況でやるんかな、貸し切りではないと思うから、わかんないけど、どこでやるのか、前回もやったけどね、一応ライブ配信ね、あのケンさんのね、シップのケンさんのパソコン持っててやったけど、今回自分のパソコン持っていこうかなと思ったりもしてます。そっちの勝手がいいんでね、そんな感じ で事前にね、企画出ております。シップのケンさんの X の方からね応募できますんで、優秀作品賞にはいろいろ今回運営からね、プレゼントということでいただいておりますので、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。いや、久々だな、オフ会楽しみです。ありがとうございます。ということでいきましょう。卒殿の品第三国志でございます。 X1117 医療決戦でございます。はい、1週間経過いたしました。ちょっとねジョーク削りとかねしてないんでね、伸び悩んでますね。はい、まあいつものことです。やっぱジョーク削ってね、勢力値ババッてブーストしてあげてね、早くこう2万とかね、2万5000とかね、勢力値バキーンと上げるのがやっぱいいんでしょうね。それやってねえから全然まったりモード、いい加減にしろというとこかもしれません。はい、よろしくお願いします。さて始まりましたね。はい、戦闘が始まりました。はい、ほほえみさんですね。前回も戦ったほほえみさんでございます。微笑待つよでいいのか、世も末ということですか。はい、ということでね、前期も戦ったお相手でございます。はい、よろしくお願いします。まあ、各所ね、もう1週間6日目かな、6日目でもうバトってましたね。はい、まあ、これからまたね長い戦いが始まると思われます。そして私ね、道くん完走しました。アミエに、6日目終わりぐらいまで完走ですね。はい、もうちょっと早くできてたかな、ちょっとビビってたんですけど、6城のレベル6城のジョークでもう十分できます。たまにこう、事故るというかね、全然削れないってことはあるんですけど、一発投げて2、3回引き分けてやっとけば、15万とか20万近く経験値もらえることもあるし、回復力あるし、耐久力あるし、火力もそこそこあるというところで、非常にレベリングしやすかったですね。はい、いよいよ戦争ということで、まだね本格的にぶち当たってないんですけど、ホロニーがデビューではありました。まあボロ負けではなかったけど、なんか相手の方があの兵数が少なかったのに、同じぐらいの兵力が残ったみたいな感じ。まあこれからでしょう。
さあ今夜中に兵士変更ができる天下体制が進むと思われます。まあ先方、まあ激勢一騎当選にしたんですけど、うん、今平務にしました。序盤は平務にしようかな、もうちょっと固めにしようかなと思いました。軍調整はね、三軍低速、まあ、絶水とか入れるパターンもあるみたいですけど、うん、ここら辺どうするのかと考え時です。で長期は類似魚ですね。まだレベルマックスじゃないんですけど、特性でこれつけてます。武将策略系攻撃被ダメージが 6% 減少ということでね、少しでも弓力の頭悪いんでダメージ減らしたいということで、特性もねいろいろつけて考えるのも面白いなぁと思っております。はい、で2軍です。これから、はい、これはね、まあ今期は太子寺、竜林太子寺絶対使うっていうのを決めてるんですけど、一応新兵隊長の形ですね。はい、まあ馬長旅毛立候ってありましたね、あの変形型なんですが、レベル上がったら真ん中を豊に変えようかと思ってます。豊に変えようかなと思ったりもしてます。はい、まあ、軽兵型にしたいっていうのもあるしね、個人的な思いは、うん、ちょっとなんかまたね新しい試みやっていきたいと思います。最初はこれでいこうかな。強いか弱いかもうようわかんない、わかんない。豪華だね、うん、リッコは赤4つだしね、うん、リッコは回復もしてくれるしね、攻撃もできるしね、うん、いいんじゃないかなと思います。はい、まあ、また追って説明します。で3軍決めてないんですけど、まだおそらく大魔王やっちゃいます。というのもね、学神多いわ、これは多い、絶対学神まみれだわ、うん、海外も日本も対学神これ必須ですよね。対学神必須だわ。ということで、まあ、色戦法向こうのね大魔王、はい、まあ、目録大王ですねと、ごつごつごつちょっとね下方修正来ましたけど、イラストの下方修正来ましたけど、ごつごつ使うしかねえ。前がね、いろんな形があるんですよ。これはちょっといろいろ考えていきたいんですが、情報収集してね、うん、ちょっと固めにして、はい、ちょ学神をねぶっ壊す舞台をね考えないとこれはいけないなというのをね、しみじみとこの序盤で感じ始めておりますんで、はい、まあ、学神何に強いのか、何が強いのかか、対学神でねメタれる舞台教えてください。よろしくお願いします。はい、そんな感じですかね。まあ工場もね、まあ結構いいペースで進んでおりまして、はい、まあもう資源種でねバトル始まってますけど、まあ、そのスーパートップ同盟ほどのスピードはないにしろ、まあ、それに追随するね工場の計画、朝昼夕ねありまして、素晴らしい、シオンさん。ちょっと今週末ね、まったりになったんで、まあ、ほぼほぼ参加し、昨日の昼朝がちょっと参加できなかったんですけど、あと全参加。ね、ゲンガ、G さんです。G さん舞台。これいいっすよね。特性使ってね、コスト8の状態にして、あ、0.5 下げてね、コスト8からね、序盤からこう賛成できてたんで、あの特性とか面白いなと思いました。甲冑はね、いずれ甲冑は主将に置くことになるんです。いつもねこれやっぱ解体しちゃう、すいませんです。特性でね、最近あのあれだ、コストじゃない星4から星5にするやつある。素晴らしい、格好号めちゃくちゃ強そう、見た目レア度高そうやしね。絵師ですね、絵師の限定のイラストの格好号、中格好号強いんすよね。ね、そんな弱くないですよ。やっぱ洞察今は強いですからね。うん、洞察。自身と味方単体、最初のターンですけどね。あとダメゲンがついてるということで、はい。いいんじゃないですかね、これ。うん。素晴らしい、この絵はね。ちょっと蛇巻いてるけど。
皆さんね、星4から星5に変えてどれがいいのかっていろいろね考えて、うん、こればっかり出るもんだって特性多いんだもん、特性偏るよね結構ね、ということでございます。はい、ということで、はい、まあちょっとしたね近況報告でございましたが、それでは神戸に行ってまいります。明日お待ちしております。お酒は立ちなってかまーぜんでした。ありがとうございました。